スピナックスはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名は小型のサメの一種クロハラカラスザメの学名にちなんで命名された。クロハラカラスザメスピナックスは1945年5月14日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年11月25日にトムシー・クラーク夫人によって命名。 浸水し、1946年9月20日に、艦長、AR ファウスト中佐の指揮下収益する。収益後は11月15日に、コネチカット州、ニューロンドンに移動し、大西洋艦隊潜水艦部隊に配属される。1946年12月15日、カリブ海へ向けて出港し成長巡航を行い、1947年1月28日に、 完了した。ニューロンドンに帰還、11月まで沿岸での作戦活動に従事、北はラブラドール地方、北極圏までの巡航を行った。1948年1月に艦首変更が行われ、船体番号は SSR-489 に変更された。同年前半はカリブ海で活動し、5月にオーバーホールのため、 ポーツマス海軍造船所に帰還した。作業は10月に完了し、新型レーダー及び通信機材が装備され、後部魚雷発射管の撤去及び、全部魚雷発射管2門の廃止、シュノーケルの追加、戦闘指揮所の設置が行われた。回収後スピナックスはレーダー紹介駆逐艦と同様の能力を持つこととなった。 スピナックスは1949年1月3日から3月3日まで戦後初の第6艦隊潜水艦部隊の一席として地中海に展開した。ニューロンドンへ帰還するとバージニア州ノーフォークを拠点とする第6潜水船隊に配属されたが第一次世界大戦以来初めて同地を拠点とする潜水艦であった。東海岸沿いに 作戦活動に従事し、1950年1月6日から5月23日まで、再び第6艦隊とともに地中海に展開する。スピナックスはノーフォークに帰還し、6月12日に西海岸へ転属となる。6月29日にカリフォルニア州サンディエゴに到着すると、スピナックスはオーバーホールのため、サンフラニシスコ海軍造船所に入居した。 その後、1951年8月17日から10月16日まで、新珠湾へ巡航し、サンディエゴに帰還した。1952年1月1日に、第53潜水艦隊に配属され、通常の任務を再開した。4月にメアーアイランド海軍造船所で、オーバーホールに入り、作業が完了すると8月7日に、サンディエゴに帰還した。スピナックスは、 サンディエゴを拠点として活動し、1954年11月1日に極東へ向けて出航する。スピナックスは第7艦隊と共に活動し、フィリピン、香港、台湾、日本を訪問した後1955年5月7日にサンディエゴに帰還した。1956年6月から10月まで、メアアイランド海軍造船所でオーバーホールを行い、 サンディエゴで回復訓練を行った後任務に復帰した。その後1957年1月4日から7月1日まで、及び1958年7月3日から12月16日まで、太平洋西部に展開した。対戦水艦戦闘の開発に伴い、スピナックスはフリート種のオケル回収が行われることとなった。 回収作業は1959年4月13日から9月11日まで、メア,アイランド海軍造船所で行われた。探索及び火器完成レーダー以外のすべてのレーダーが撤去され、通信設備は通常の潜水艦と同様のものに変更された。また、戦闘指揮書は上院の拠室に変更された。新型のソナーと、 下記完成装置が装備され、船体の改良も行われた。8月15日に SS-489 に、再び艦首変更された。回収が完了するとスピナックスは1960年の前半まで、回復訓練及び沿岸での作戦活動に従事した。1960年5月3日に、サンディエゴを出港したスピナックスは、 第七艦隊と共に、西太平洋に展開し、11月3日に母港に帰還した。その後、1962年6月27日から12月17日、1965年8月18日から1966年3月15日、1967年1月6日から6月25日。 1969年2月から8月13日の4度の極東における配備期間を除いてスピナックスの西海岸における活動が中断されたのは定時のオーバーホールによるもののみであった。1969年9月、老朽化したスピナックスはもはや任務に適さないと判断され、1969年10月11日に退役、同日除籍された。 スピナックスの船体は1972年6月13日にジデルエクスプロレーション社に売却され、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。